フリースタイルスキーモーグルの遠藤翔です。今シーズン調子が良く今ここまで来ているので、まあ、その調子そのまま上げてきて、まあ、開幕戦に自分の滑りをまずして、まあ、どのくらいの位置に入るのかっていうのを、まあ、しっかり確かめていきたいなと思うので応援よろしくお願いします。モーグルの村田愛理沙です。今シーズンの目標はワールドカップの総選でまず予選通過してスーパーファイナルまで行って表彰台に上がることです。フリースタイルスキーモーグルの四方元希です。今回ワールドカップオリンピックイヤーのワールドカップの初戦の出発ということで今までやってきた経験や練習を精一杯出してベストの状態で挑みたいと思います。今シーズンはトレーニングをずっと ターンを重視してターンの技術や上から下までマックスの滑りができるように練習してきたのでエアは売りだったんですけど今年はトータルで勝てる選手になりたいと思います。オリンピックもかかっているので頑張っていきたいと思います。